はい、今回も、毎日囲碁チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。囲碁インストラクターの金子健です。はい、今回は、昨日の続き、で、一力遼八段対山下敬吾九段の一局を紹介したいと思います。はい、今ここに開かれたとこですね。はい、これはこういう新聞をね、使って、はい、徹底解説していきたいと思います。はい、僕もね、前にやった、見た対局なんですけどね、プロの先生の意見も聞きながら、ちょっと参考にしたいかなと思います。はい、打ち込みましたね。ここは厳しいところでしたね。肩とか、そのぐらい打っていれば硬いんですけど、はい、打ち込んで、堂々と荒らしに行きました。はい、対して、これで、様子を聞いたんでしょうか。受ければ、一応、利かしてみて、こんな感じで桂馬するとか、はい、そういうことでしょうか。はい。実戦は、すぐにこう、つけていきましたね。ちなみに、すいません。こうやってここ切るのもちょっと誘われてる感じで、やっぱりこうやってね、こんな具合にされると、これをやっぱりこう、捨てられてしまって、ここに石が来たことによって、この石がね、動きにくくなりますから、ちょっと嫌ですよね、やっぱり。出切っていくのはちょっと相手の注文に見えます。はい。で、ここから、いきました。これに対して実戦は下跳ねたんですね。これで上跳ねるとどうするかな。切る感じでしょうかね。こうやって、こうやってこういうふうにするのもないことはないと思うんですけど、どちらかというとこう切ってさばいていく、イメージとしたら、これもうまくいくか分かりませんけどね。これで、こうって、これもこうですか。一応大丈夫ですね。そうですね。これは上跳ねもなくはなかったでしょうか。こちらの図に行くんでしょうかね。ちょっとこれも大変、若干大変なんですけどね。先に取れますし。特にここ上跳ねるっていう手順は書いてないんですけど、実戦は下行きました。で、こうやって、もしこうやったらこうですから、ここではこう伸びまして、それでこれだけ打ってここですか。ここで実戦はこう打ったんですけど、これが山下さんの反省の一手で、ここに押すんだったと。はい。続いて、こうやって、こう切られるんですけど、その時にここに伸びて、ちょっと、取られちゃうんですけど、こういうのがいろいろ利きができてるんで、こんな感じで打てばっていうところでしょうかね。はい、実戦はこちらに打って、ちょっと、これだとね、こうやってこうなった時のこの主張あたりにもなってますね。これがなくても主張でしたか。これがやっぱりないと主張は白がいいですよね。なので、主張あたりの意味もありましたね。なので実際こうなった。そしてこうやって、このあたりはちょっと、黒をさばいたかもしれませんね。
で、続いてこうやりまして、はい、こう出切ってきました。これには渡りぐらい、はい、でこれで隅も生きて、うん、こうやって出ていくんですけど、こうやって出ていくっていうのはちょっと辛いところですかね。うん、でこのあと高尾さんの、この辺りは高尾さんの解説ですけど、うん、僕なら、うん、これ打ってですか、こうやって、うん、ここでは僕なら高尾さんなら こちらに押さえると、でこうやって、うん、それから切ってつないで、でこうやると、うん、この方が黒は怖かったでしょうと。はい、うん、実際の形はこれがね、やっぱり嫌な形ですよね。切れるとこ切れないような、うん、はい、ちょっと石の形がよれてますからね。はい、ちょっとこの石の形がよれてたので、はい、まだこうですか、うん、こうやってこうやってこういう方がまだ石の形が良かったでしょうかね、うん、これなら一応不明だったという、うん、検討陣の解説ですね。実戦はこんな感じになりまして、うん、はい、この辺りはやっぱり誰の目にも白は苦しいと、はい、いう評判だったみたいですね。はい、まあ、この後多分まだ波乱があると思うんですけどね、うん、はい、まあ、この後の進行はまた明日やりたいと思います。はい、最近はね、ちょっと顔を出しながら、うん、表情も、お見せしながらね、ちょっと解説しようかなと思ってますんで、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。このね、この動画が良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録の方も、よろしくお願いいたします。はい、じゃあそれではこの辺りで失礼します。